慎重なカットと正しいカッティング器具を選択することがコーティングプレートの寿命に大きく影響します。一貫性のあるカットが重要であるので振動ナイフはお勧めできません。ポリマー層は完全にカットしなければなりません。カットは2つのカットラインが交わる箇所で交差する必要があります。これはニスとクリーナーが基板層とポリマー層の間へ浸潤することと、それによる基板層とポリマー層の分離を防ぎます。 大きな面は5センチ幅ぐらいの帯状に分割することをお勧めします。そうすることで不要なポリマーの除去が簡単になります。もちろんハンドカッターを使用しての手作業でのコーティング板の作成も可能です。